ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。時刻は夕方6時を回りました。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーター根本誠とレンでお送りいたします。はい、パチ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 。今シナモンの登場してますけど、シナモン、シナモン君は目立ちたがり屋ですか？シナモン、あ、目立ちたがり屋だそうです。はい、ありがとうございます。はい、レンさん2回目始まりましたね。お、今日2回目ですね。はい、あの2回目、あのシナモン君3回目も出てくれるかな。ちょっと向こう行っちゃいました。向こう行きましたね。はい。はい、今日はですね、ソングバードコーポレーションの、はい、事業の一つでもあります、はい、本出版の、はい、ついてお話をしたいと思います。そうですね。はい、ご紹介していきたいと思います。はい。はい、本出版ってどういうことをされるんでしょうか？はい。ですね、まあ一言で絵本と、申しましてもですね、大体皆さんが想像されるのは、うん、まあまあ、赤ちゃんですとか、はい、まあ、幼児期、まあ、お子様に、読むものだと思っていらっしゃる方が多いんですけど、まあ、それはもちろんそうなんですけど、まあ、例えばですね、はい、会社の、商品を販売される際に、まあ、かわいいこういうイラストがあり、それをキャラクターにして、私どもの会社はこういう会社でこういう商品を取り扱っていて、メリットはこういうふうになっていて、販売しておりますと、まあ、そういった、まあ、ガイドブックみたいな形も、かわいいイラストで描くとですね、まあ、絵本スタイルの要はガイドブックですね、まあ、もちろん大人向けもできますし、あとは、まあ、家のリフォームだったりとか、住宅を作られる会社なんかは、もうそれを本当にね、家族全員の可愛いお父様、お母様、お子様の絵を描いて、それを本にするというやり方もありますし、まあ、いろんなやり方があるんですよね。はい、今まで本当に絵本というものを描いてみたかったっていう方も結構、まあ、多く聞くんですけど、まあ、そういう方もですね、結構いらっしゃると思うので、まあ、そういう方々にお手伝いできればいいなと。うん、いいですね。なんかやっぱり例えば絵本に限らず、その今会社のね、なんかいろいろ紹介絵本みたいな感じだと、やっぱり文字ばかりだとなんとなくこう、そうなんですよ、パッと見てもなんかちょっと読みたくないなっていうのはありますよね。うん、やっぱり人っていうのは、説明を本当に、お聞きになれない、まあ、説明があるよりも、説明だけよりも、絵があって、それを楽しく見る方が、まあ、学校ではないんですね。やっぱり、どこの企業のパンフレットにしても、絵があって、まあ、可愛くても可愛くなくてもですね、そこに、右脳、まあ、右脳ですよね。右脳で、に、訴えかけられるような仕組みがあった方が、断然、訴求力もありますし、パッと見たときに、見て、ね、まだ見てみたい、ね、まだこれを見てみたいというのが多いので、それは非常に大事なことかなと思って、やっぱりこう一旦こう目を引きつけて、そうですね、なんかそういう可愛い絵だとか入ってると、あ、なんか何だろうって感じで見たくなりますよね。そうなんですよ。まあ、例えばそのピアニストが私のピアノの演奏をいかがですかと、まあ、説明の文章であるよりもこういう風な形で、例えばこれですね、これは大野康平さんというピアニストが、まあ、康平ファミリーコンチェルトといって、大野康平君の生まれてからどうやってこの康平君がピアニストになったかっていう、まあ、生き様があり、こういうことをやってますよと、まあ、最後に、YouTube を載せたりですね、まあ、こういう案内、まあ、宣伝を目的として書く方法もありますし、もう単純にこの幼稚園とかで使う、例えばそのお誕生会の時にこういうものを使ってくださいねとか、まあ、あるいは赤ちゃんが生まれた時に、ようこそ赤ちゃん、これはですね、こういう絵本もあるんですけど、まあ、こういうやり方もありますし、もういろんなことができますね。あと一人
この方は何をなされてるんでしょう。人形劇ですね。人形劇をやってる方がいらっしゃるんですけど、うん、その人形劇もこの絵本にやりたいというお声があって、うんうん、まあこれも3ヶ月ぐらいかかって作ったんですけど、はい、まあ、いろんな形でできるというのがあるので、やっぱり目に見えて、うん、欲しくなる、うん、かつ目に見えてその商品を買いたくなる、もしくはその教室に行きたくなる、まあ、英会話教室でも。なので本当に絵本制作っていうのは実は非常に潜在化されたマーケットがたくさんあると思うんですよね。どんな商売も本当に可愛い絵があって、それを本にはしなくても、例えば絵を使った、まあ、パンフレット、はいはい、10ページ20ページぐらいのパンフレット、うんうん、そういう形でもいいと思います、はい、そうですね。あと冊子だとか、冊子ですね、はい、はい、そうなんですよ。あとでも本当にシンプルにちょっと作家になりたいんだっていう夢を、はい、持ってる方もいらっしゃると思うんですけども、結構多いですね。ですね、うん、やっぱり絵本を出版するのが夢だっていう方が結構いらっしゃるので、多いです。かなり多いです。もう男性も女性もすごく多いです。ね、うん。で、文は書けるけど、でも絵は書けないからどうしようっていう方もいらっしゃいますよね。多いですね。はい。私は文は書けるんですよね、うん、と。まあ小さい時からこういう自分の自作の、うん、作った文章を絵にね、可愛い絵をつけて、こうね、つけたいという方、うん、かなりいらっしゃるんですけど、まあ、そういう方は、まあ、例えばこういうタッチでよければ、うん、まあ、イラストレーターの根本真子ですね、はい、もうすでに文部科学省の教科書にも載っていたり、まあ、かなり幅広くいろんなところで活躍しておられるんですね。根本真子シリーズの、はい、例えばお客様のなんとか様の絵本を作りますよってなれば、やっぱり売りやすくなるっていうのも非常に大きなメリットですね。はい、私はですね、心を込めてイラストを描かせていただきますので。そうですね、はい、ぜひ気に入った方はね、私がお手伝いいたしますので、はい。ちなみに根本真子さんのこれまでの実績っていうのは、はい、この絵本を手掛けられてどれぐらい、はい、何冊ぐらいになったんですか。そうですね、今11冊ぐらいは、はい。もうはっきり言えないということはもう結構相当やってきたということなんですよね。ね、やっぱりそういう形で、もうその中でほとんどがあれですもんね、はい、依頼されて作る絵本ですもんね。そうですね、はい、やはり文は描けるけどイラストが描けないのでっていうことで、うん、まあね、本当ね、素敵なご縁をいただいて、私の方でちょっとイラストを描かせていただいた本が、はい、本がね、結構何冊かあるんですけども、うんうんうん、とてもいいですよね。こういう みんな半分ことか、はい、これは作画和子さんという方ですよね、はい、うん、で絵が根本和子で描いてますけど、まあ、こういう形で可愛らしいですね、はい、半分こするんですけど、はい、本当に楽しいと言いますか、お子様向けですよね、はい、うん、こういったものをもう制作されて、例えば読み聞かせに使っていただくとか、うん、YouTube の読み聞かせに使っていただくとか、ライブ配信されるとか、うん、まあやっぱりどうしても著作権の問題があるので、皆様方が作られた絵本だとそういうものがないので、うんうん、とてもいいと私は思いますね。はい、はい、はい、で今度はですね、私は絵が描けるけど、うん、文が描けない、はい、そういった場合は、うん、私がですね、うん、文を描きます。はい、はい、私の場合は例えばちょっと失礼しますね、はい、小学校のそうですね、ちょっとね、前回もね、ちょっとちらっとご紹介させていただきましたけど、はい、ね、この幸せのかくれんぼとベルノシア王国の謎の絵本も、はい、蓮さんがね。そうですね、はい、私蓮がですね、私の実績としては、はい、またシナモンがね、ちょっと来ていただいたんですけど、はい、シナモンもね、はい、これはみんなで、はい、協力してくれてます。そうなんです。小学校の外国語学習用の教材であるメディアミックス絵本になりますね、はい、なのでこれ小学校で、教材の絵本として使われている学校が、まあ、どれぐらいあるかはまだ分からないんですけど、これのちょっと原作者は私となっておりますので、うん、絵は描けるけど文が描けない方も、うん、全然応募可能です。そうですね、はい、なんかやっぱりイラストレーターの方々も
か絵が好きな方はやっぱりその自分の作品っていうのがこう一冊の形になるのって本当にね、まあ、私自身もそうなんですけどすごくあの嬉しいというか、あ、そうですね、なので私もその文はちょっとね苦手な部分があったので、うん、絵は描けるけど文が描けないけど、うん、でも絵本をやっぱり自分の作品としてちょっと欲しいなっていう方もねあのいらっしゃると思うので、うん、そういう方のねお手伝いもしておりますので、そうですね、はい、一生のその、うん、本当に宝物になりますもんね。うんうんうん、ね他にはないあのオリジナルのものってことですね。うん、はい。あとですね、先ほどご紹介したこのみんな半分こもそうなんですけど、このね、ジェシーもそうですけど、はい、翻訳をね、あ、るんですね。そうです。あの翻訳も、まあ、ある、まあ、大学の英語の教授と提携してる関係で、まあ、ジェシー&グービー&ミステリアスアドベンチャー。まあ、書きたい絵本のですね翻訳も、うん、あの可能となっておりますので、はい、まあ、今のところ英語ですよね、ね、させていただければ、うん、あの見る方というのがまたさらに増えるのではないかなと。そうそう、世界中でね見ていただくことができますよね。なんか英会話教室でも作ると面白そうですよね。そうですよね、この、うんうんうん、この絵本で自作の絵本を使って英語を、ね、勉強教えませんかと、うん、いいですね。まあ、絵本にしてもすごく素敵ですよね。はい、パンフレットとかですね。うん、どう思うの、そしなもんは。ね、しなもんどう思う？あ、なるほど。そうなんですよね。やっぱりこのしなもんの今申し上げたように、絵本というものが一生のプレゼントになるよというふうに今しなもんね、あの、うん、見せていただいたんですけど、しなもん向こう見てよ、ね。向こう見て。あ、見えないか。かまりません。あ、いや、大丈夫です。はい。はい、いいですね。はい。で、気になる。うん、そうですね。なんかあるんですか。はい。やっぱ気になる費用の方。あ、費用、お値段の方ですね。そうですね。一番気になるところだと思います。はい、本来ですね、絵本というものを、うん、まあ、出版するにあたり、まあ、大体昔からですね、絵本というものはすごく高いというふうに皆さん思っていらして、まあ、何百万もかかるんじゃないかなと思っていらっしゃる方が非常に多いんですけど、実はですね、もう最近は超低額な、まあ、出版、ね、あの、はい、そういう会社さんも、まあ、ただ増えてきてるんですけど、そうですね、だんだん増えてきてますよね。はい、あの非常に安いです、うん、もうあのイラスト自体も1ページいくらかける何ページ、まあ、という形と、まあ、出版にかかる費用というよりも、まあ、出版するにあたって1冊いくらという形になるので非常にですね安くなってますね。もう本当2分の1、3分の1ぐらい、うん、あの本当に誰もが手を伸ばせる金額になってます。はい、びっくりします、この金額には。それは安心できますね。そうですね。本当安いですよ。でそれでアマゾンとかでもね流通可能なんですよね。そうです。もちろんアマゾンで販売できますし、うん、その出版形態は、まあ、いくつかあるんですけど、はいはい、まあ、価格を自由に決められる、ものもあるし、うん、まあ、ある程度もう出版社さんの方で価格はこれでいきましょうということもあります、うん、あとですね、うん、あのアマゾンでも出版できるんですけど、うんうん、印税もつきます。そう、いいですね。はい、やっぱり作ったからにはね、そうですね、売れた方がやっぱりいいですもんね。そうですね。ね、あとは多少その文章の方もですね、うん、まあ、あの場合によっては手直しさせていただく場合もありますし、はい、そうですね、そこはやっぱりちょっとね、うん、少しやっぱり手を加えた方がいいなっていう方とかはですね、ちょっとあのこちらの方であの、うん、デザインとか構成とかも、うん、あのやってますので、とても素敵ですね。うん、いろいろと、はい、いいですね、なんかね、皆さんの作品を一緒になんかね、作り上げていくことができたら、はい、とてもいいなと思ってます。うんうん、まあ、ご自分のギフトにね、うん、まあ、一冊持たれてみてはいかがでしょうか。ね、そうそう、ね、あの、一冊からできる絵本もありますからね。あ、そうですね。はい。まあ、一冊からできる絵本もあります。うん、はい。ねえ、ぜひ、じゃあ、はい、その、もし気になる方は、どうしたらいいですかね、レンさん。そうですね、はい、もし気になる方がいらっしゃいましたら、うん、このシナモン君に電話していただくか、もしくはこちらの FM ギノワのですね、はい、メールアドレスがありまして、はい、まあ、こちらにもね、見える方は、ね、見えるラジオの方は見ていただくんですけど、はい、シナモン、ちょっと邪魔です。
いや、大丈夫か、すみません。メールアドレスはですね、数字の797アットマーク FM ギノワン FMGINOWAN.com となっております。797アットマーク FM ギノワン .com、 こちらの方でお受けいたしますので、あ、シナモンもお受けするそうなので、うん、電話後でも構いませんので、はい、どうぞよろしくお願いします。シナモンもぜひ待っていますと言ってます。そうですね、はい、はい、まだ他に、ね、そうですね、うんうん、はい、何か質問とかは大丈夫ですか。そうですね、あとレンさんの方で何かちょっと言い忘れとかないですかね。言い忘れあるかもしれませんね。そういうこと、はい、ね、うん、今まで手掛けてきたちょっと本を紹介しましょうか、うん、そうですね、どういったことをどういった感じで書いてきたか。これはですね、先ほどちらっとお話ししましたけど、人形劇をされる方が、その人形劇を絵本にやりたい、うん、そうですね、ということで、こちらの方はもうすでに先にその人形のキャラクターがもう出来上がっていたので、そうですね、はい、そのキャラクターをですね、ちょっと、はいはい、ちょっと忠実に私の方でいらっしゃる再現はしたんですけれども、はい、はい、これもね、可愛らしい、はい、そうですね、はい、で、私どもの場合はこの絵本を作るだけではなくて、この絵本のホームページも実はですね、作っております。うん、そうですね、そうでした、はい、ウータンのこんにちはですから、はい、ウータンのこんにちは用のホームページを作ったりですね、うん、これも非常に格安でできますので、はい、ホームページ作れないという方は、まあ、まず絵本作っていただいて、それの、また販売するためのホームページできればいいかなと思ってますね、うん、はい、あとその読み聞かせの動画のコンテンツとかもできますよね。あ、できます、はい、動画ですね、読み聞かせ、例えばその20ページの絵本がありましたら、20ページ分の本をめくりながら、うんうんうん、まあ、ナレーションにお願いしていただいて読んだり、あるいは声だけはご自分の声でいきたいという方は声のデータをいただければ、うんうん、本を作っていただいた方々の声でそのPV といいますか、そうですね、コンテンツを作ることも可能です、はい、で、うん、その場合プロのピアニストがやっぱりピアノを弾いてですね、うん、優しい音楽ですとか、うん、ちょっと流れるような音楽だけど、そういうのもこうしていただければと思いますので、うん、非常に多様多種な形で、そうですね、差別化できる、ね、私どもの、はい、ソングバードコーポレーションの絵本制作、うん、非常に何もかももうオールインワンで行き、かつ、うん、本当に安い金額なんでですね、うんうん、これはもう書くしかないですね、ね、うん、完全オリジナルで、そうですね、本当に作るしかないですね、はい、ではシナモン、はい、いいですね、はい、シナモンもぜひやります、何かあるようですねで、あと次に、はい、どれに行きますか、どれに行きましょうかね、はい、これ、どれ行きましょうか、そうですね、みんな大好きという絵本があるんですけど、はい、これはもうちょっとね、私の方がイラストとちょっと一言メッセージを書かせていただいた、そうですね、これはストーリーというよりは、うん、一冊1ページずつに、まあ、イラストがあって、そのイラストについて、例えばこの自分の力を信じて、信じることがから信じることが奇跡を呼ぶみたいな、こういう格言みたいなものもですね、うんうん、作ると面白いかもしれません、ね、いいですよね、意外とこの格言みたいな形で本を作られると、うんうん、買う方多いですよね、大人の方がね、結構やっぱいらっしゃいますね、私もね、うん、こういうの大好きなんですよ、あ、ですよね、はい、私どもの作品にはなるんですけど、幸せのかくれんぼという絵本を作った際に、はい、うん、同じようなスタイルでですね、うんうん、口コミ件数が2年間で結構来ましたよね、そうですね、今130件ぐらいは来るのかな、そうですね、130件来て、かつ3版、うん、もう重版ですよね、3版印刷されているので、本当にどういう形でヒットするか売れるかというのは書いて出版してみないとわからないんですよね、そうなんです、うん、はい、ですね、うんうん、はい、今日はちょっと本のご紹介をさせていただきました、そうですね、はい、ぜひぜひ皆さんね、気になる方はご連絡いただければと思います、はい、はい、まあ、この絵本を皆さん作っていただいて、本当にね、地域の、まあ、うん、
いろんなあの会場とかで使ってもいいですし、うん、YouTube で YouTube を始めてもいいし、ね、ライブ配信とかを始めてもいいし、うん、まあ、いろんな形であの、まあ、今聞かれている視聴者様の絵本が完成して、うん、コンテンツ化ができて、音楽を使って、うん、それを一つのパッケージとして動画ができれば、うん、それを皆様が例えば LINE でお友達に一部をお見せしてこれ買ってねとか、まあ、そういうことで観測ツールとして、まあ、30秒ぐらいのコマーシャルを作ることも可能なので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね、はい、もう本当あの皆さんと笑顔を届けるね、お手伝いができればいいなと思ってます。はい、最後に、ね、顔が隠れましたけどもう時間になりましたのではい、はい、じゃあどうも今日りんさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。またね。はい、根本真子のハートがホッとするホットなコーナー。このコーナーでは絵本作家でイラストレーターの根本真子さんの作品などをご紹介します。皆さんこんにちは。こちらのコーナー今日が初日となりますが、私ミーナこと吉澤ミナがお送りさせていただきます。はじめましてという方が多いと思いますので自己紹介からさせてください。フリーアナウンサーの吉澤ミナです。鳥取と静岡の放送局でアナウンサーを経験しまして、現在は出身地の栃木県を拠点にフリーアナウンサーとして放送局のパーソナリティやリポーター、司会、それからナレーションや声優などにもここ数年挑戦させていただいています。で、何でもやってみたいこと、楽しいこと、何でも挑戦したいと思っていた時に、もう3年ほど前になるんですが出会ったのが根本真子さんでした。その時岩根王さんにも出会うことになるんですけども、東京の友達を介して出会いまして、はじめましての時、わあ、居心地のいい方だなと、素敵な方だなと思いました。すごくね、何か雰囲気も似てるし、お話ししやすくて、最初から好きって思ったんですけども、いろいろお話をしている中で、私、子育てイベントなどで子ども向けに読み聞かせの活動などもしていまして、それなら絵本も出版したらっていうご提案いただいて、根本真子さんのイラストで私がストーリーをつけて、もう3年近くになりますが絵本を出版させていただきました。イエイ、やったまた一つね、夢が叶ったことになるんですけども、本当に根本真子さんと岩根王さんのおかげです。ありがとうございます。で、私4歳半の娘がいまして、今ラジオを聞いている中にもパパママいらっしゃるでしょうか。子育てしていて本の読み聞かせたくさんした方がいいよって聞いたことあるかもしれません、言われたことあるかもしれませんが、できれば心や言葉を育んでくれる絵本がいいなって思いますよね。ということで、私アナウンサーが出版するからには心とそして言葉が育める絵本にしようと思いまして、知育要素も入っています。少し読んでみます。今日は誰の誕生日？今日はレイちゃんの誕生日。ワクワクドキドキです。誕生日にはみんなでケーキを食べるんだよね。みんなどんなケーキを食べるのかな。あ、お誕生日の歌が聞こえてきたよ。ハッピーバースデー。わあ、蜂蜜がたっぷりかかった美味しそうなケーキ。クッキーもたくさん乗っているよ。どんな形があるかな。今こんな風に本当に少しだけご紹介しましたが、いろんなケーキ、いろんな動物たちが出てきます。それがまたすごく可愛らしくてカラフルで、子供たちからも受けがいいんですね読んで読んでってせがまれましたっていうお声などもたくさんママパパからいただいております。本当に根本真子さんの癒されるイラスト で、そしてその中で形や数や色など学べるようになっています。
で最後の最後にはちょっとプレゼントって言ったら言い過ぎなんですが、私も子育てしている中でね大変なこともありますが、ママパパに、そんな子育て頑張っているママパパにありがとうが伝わるラストになっていますので、よろしければぜひぜひお手に取ってみてください。 Amazon などのネットでも購入することができます。またよろしければ私やまこさんの SNS やホームページなどにも掲載ありますので、 Twitter、Instagram などチェックしてみてください。本当にたくさんの方にあったかいメッセージが届きますように。ここまで今日は初めてですが、根本真子のハートがホッとするホットなコーナー、お送りしたのは吉澤美奈でした。